こんにちは、まい先生です。今日は体の外側で拍子やリズムを取らないというお話です。これどういうことかというと、ピアノの演奏をするとき、拍子それからリズムはとっても大切です。そのリズムに乗って弾くことも大事ですし、拍子をしっかり取ることも大切です。ただ弾くときに拍子に合わせて体を、この外側というのは見えるところということですが、見えるところで拍子をこんな風に上下に取ってしまったり、リズムを頭でこう取ってしまったり、もしくは足でこんな風にリズムを取ってしまったりしてはいけません。ピアノは細かい動きを指でしていますから、こんな風に上下に拍子を取ってしまうと、その反動で音がボンと出やすくなってしまったり、その上に持ち上げた瞬間にタッチが浅くなってしまったり、それから体をそのように取ってしまうことでフレーズが短くなってしまうこともあるからです。この見えるところで取らない、音の長さをこんなに長さの組み合わせだなと思って確かめるのは体ではなくて耳です。拍子はどこで取るかというと、いつも生徒さんに、私おへその裏側で拍子を取ってくださいなんていうふうに言います。心の中で重心を下に下げたようなところでしっかりと拍子を取って、こういうふうにどこか見えるところでリズムや拍子を取ってしまわないようにしてください。演奏がどうしてもそれにつられてフレーズが短くなってしまったり、いらないアクセントや重さや隙間が生まれてしまいますよ。ということで、体の動きで拍子やリズムを取らないようにするために、これもご自身を動画で撮ってみたり、お子さんがこうやって一生懸命弾いてるとき、もしかしていらないところでフレーズが途切れてしまったり、大きさが大きくなったり小さくなったりしてしまって困っているようだったらば、スマートフォンなどで録画をして一緒に見て確かめてあげてください。あ、こんなところが上がったり下がったりしてるよ、ちょっと止めてそれができるかどうか、同じことができるかどうか試してみよう、なんてお声掛けしてみてください。はい、今日は体の外側、見えるところで拍子やリズムを取らないようにしましょうというお話でした。チャンネル登録、それからグッドボタン、よろしくお願いします。